偽電話詐欺の対応訓練についてですね、ただいまから開始させていただきます。あ、もうこんにちは。こんにちは。あのですね、私の家で家のリフォームを昨日受けまして、はい、今日業者がお金を取りに来るという話なんですよ、それで300万をとりあえず手付金として用意しなきゃならないので、はい、私の口座からを押していただきたいので、それで伺った次第なんですが。あ、そうですね。はい、リフォームの方のお金となりますと、はい、多分高額になるかと思うので。私だって大金しました。いや、うちの家のリフォームが通して、それでお金が必要なんで、300万ばかり必要なものですから、それをご用意して。逆にちょっとそちらよろしいですか。向こうですか。なんだ、まだるっこしなん、わかりました。はい、早くやってくださいよ。まあ、手付金でしたらお振り込みとかそういうのでも。なんか業者の方ではすぐ取りに行きたいという話なん で、今から払わなきゃならないということは。それでね、アンケート早く来てくださいよ、はい、時間ないんで、ちょっとだけね、はいはい、お時間いただいて。はい、わかりました。息子さんとかお孫さんからの電話で風邪ひいたとかいうことは言ってませんでした。そのリフォーム業者さんから、そこまで言われるとあれなんですけど、実はリフォームじゃなくて、息子が会社の小切手を紛失してしまいまして、今のままではクビになってしまうから。それね、よくだって私の息子ですよ。携帯電話は使えないからなどと、他人の電話番号を連絡先として教えてもらった。まあ、別の携帯番号ですね。あ、別な携帯番号、それは教えていただいたんですが、実際は会社の者が今からかお金を取りに来るという話になってまして、会社の者にそのお金を預けないと息子がクビになってしまうんですよ、ね、だお子さんから電話番号変わったって言われたんですけど、ちょっと前の電話番号にちょっと電話していただいてもよろしいですか、ね。いいですよ、はい。こういったケースは警察にちょっと電話させていただいて、あちらでですね、ちょっと早くしてくださいね。いや、もちろん早く来てもらいますから、お客様もいるんで、あちらの方でちょっと警察呼んでちょっとお話聞いていただくような形で。いや、なるべく早くね、よろしくお願いいたします。すいません、警察。もともとオレオレ詐欺から始まって、今ね、偽電話詐欺で、非常にね、その手口も高度化してきて、じゃあ被害件数が減ってるのかというと、全然そういうような経緯がなく、むしろね、件数が増え、あるいは金額が増えてというような事態がありますと。で、その中でやっぱりその防止するにあたって金融機関の役割って何かなというふうに考えたときに、できる限りそのお客様がね、お支払いに来たときにお客様のお話を聞いた上で、それで怪しいなと思えばそれを防御していく、これがやはり金融機関にとって今後のスタイルなのかなというようなことで、こういう訓練をやることに決めました。訓練というのはやっぱりこういう形で1回やって、それは2回やり3回やりしていくと、それが訓練が非常に浸透してくると、非常にそういうものがスムーズに物が運んでいくのかなと。訓練することによってこうですよ、ああですよというようなことでご説明をいただいて、防御することができると、そういった意味では訓練の効果というのは出てくるんじゃないかなと思ってます。ひとえにこういう手口に引っかからないという、そこの一つにつきます。で、今流行りのですね、偽電話の手口はですね、大きく分けて2つです。1つはですね、偽物の息子や孫を語る詐欺、もう1つはですね、金融商品取引名目の詐欺となっております。現金をですね、紙袋に入れて、持ってきてほしいというふうに言われます。で、どこどこ駅に来てほしい、でそこには本人じゃなくて会社の会計担当者とか、税理士とか弁護士とか、いろんな役職の人が登場します。大金をですね、持ってくること自体がおかしいことですので、こういうキーワードが出てきたら詐欺と思っていただきたいと思います。やはりですね、なかなかこういう情報に接する機会が少ない方もいらっしゃるのかなと思ってます。ですからですね、私たち警察署でもですね、できるだけそういった機会をですね、どんどん増やしていってですね、被害を少しでも防ごうと、これからも努力して、推進していきたいと考えております。早く振り込まないともう締め切りになっちゃうっていう業者が言うんで、いや、もうそう言うんですよ。